久保さん。いや、久保さんの動画終わった後に、堀江さんの動画が出てきまして、東京五輪は自殺行為だっていう三木谷社長の、あの、発言に対して、物申すみたいな動画が出てきたんですね。で、聞いてたんですけど、やっぱ堀江さんすごいっすね。堀江さんやっぱすごいなと思いますね。<laughs> うん。まあ、何がすごいかっていうと、なんだろうな。やっぱ客観的に見れるというか、 まあ確かにそうだよねっていう。まあコメランも、まあ、その通りだみたいなのをやっぱ同意あのしてる人がまあまあいたんですけどなんだろうな。要は視点の問題ですね。視点の。だから僕がその自殺行為かどうかではなくその視点のあ、そこをメインに話してる人まあまあいないかもしれないなっていうところで要はなんだろうな。堀井さんが言ってたのが あの、選手の視点なんですよ。で、この選手の視点で、あの、コロナに対してのこの発言をしている人っていうのが少ないというか、メディアも結局あれじゃないですか。まあ、もう1年以上ずっと感染情報、感染しました、感染しました、感染しました。何千人ですとかね。まあ、そういう情報ばっかり流してるので、その選手に光をね、当てて、 なんかその報道されるってことがあんまりどちらかというと割合ないですよね。で、堀江さんが言ってたのがあの、まあ、命を懸けてるというかうん、まあ、そこに東京オリンピックっていうのはうんなんだあ、まあ、その人にとってめちゃめちゃ価値がある。 選手にとってはめちゃめちちゃゃ価値のある場所だみたいなねだから開催してあげた方がいいっていうねっていう視点プラスまあ科学的な根拠みたいなことをこうかぶせて話してましたけどまあ確かになとだからその例えば高校球、まあ去年か一昨年その甲子園に関してもあとインターハイに関しても、まあ、中止だったわけですよ確か。 だから、甲子園球児とかは、もう、一種、なんだろうな、それがそ、甲子園に出ることが、まあ、人生そのもの、だったんですよね。だけど、それが、やられないと。どんだけ、多分、辛かったのかっていうところですよね。うーん。まあ、オリンピックも4年に1回しかないですからね。だから僕もやっぱスポーツやってたので、すごく、なんか、 あ,あ、そこ確かになぁ、みたいなね。うん。で、去年は、まあ、ワクチンもね、まだ出てなかったんで、あれですけど、もう今ワクチンが出てるわけですし、まあ、確かになあっていうね、うん。やっぱすごいですね。うん。やっぱ、視点の、見てるところですよね。うん。まあ、三木谷社長は三木谷社長で、なんだろうな。まあ あのー、あれだけの会社を作った経営しているだから人とは違う視点がもちろんあるとだけど堀江さんは堀江さんも違う視点があるといろいろだなと思いますねうん、まあ、まとめるとあのー、いろんな視点を持ってね いろいろ考えてみるっていうことが僕は大事なんじゃないかなと思います。だから、ああ俺はこう思うよ。だけど、あの人はこういう考え方なのかと。なるほどなと。で、自分の考え方と、その人の考え方が違う。だけど、受け入れることも大事かもしれないし、いや、それは違うよ、ということも大事だろうし、なんか、 うんた例えば、その前回のね、あの話でもな、親方の話をしたわけなんですけど、僕がその板金屋じゃなくて前職ですね。前職のネットビジネスの会社を辞めるときにお客さんに言われたのが、吉谷さん、もっとやるべきことがあるんじゃないですかと言われましたね。まあ確かにその視点もあるでしょうね。うん。まあまあ創業、創業 創業ちっちゃい、恵比寿マンションのちっちゃいところからずっとやって、会社をある程度大きくして、まあもちろん浮き沈み、あいろいろんなことありましたけど、まあ,あ、最終的に結構大きい事務所になりましたしね。うん、まあその視点もあると。だからまあ何が正解で何が正しいのかっていうのはわからないですけど、うん、やっぱいろんな視点を持つっていうことが大事なんじゃないですかね。うん。 時には受け入れないといけないし、時にはあ翻さないといけないだろうし、うんまあ、正解は多分あんまりないと思うんで、人生において、うん。正解がないからこそ、いろんな視点で物事を見れるようにな,るなればいいんじゃないかなと。まあ、ネットビジネス、まあ、ことビジネスの話にかけるんだったら、あの今から YouTube をやったら遅いっていう考え方もあるだろうし、 でも別に遅くないよっていう考え方は視点もあるだろうし、うん、自分には無理だっていう視点もあるだろうし自分にはできるという視点もあるだろうし、うん、どういう視点で物事をきゃみ見ていくのかによって人生に答えはないけど人生のなんだろうな、うん、行く道結果はすごく変わるんじゃないかなと思いますね。 うん、例えば僕の人生で言うならば、ああ、前職でもっとやるべきことを全うしてね、やってたら、もっと違う人生は間違いなくあったでしょうね。だけど、少なくても、この久保さんとのやりとりはまずなかったです。100%多分なかったと言えるでしょう。前の会社でやってたら。うん、このやりとりはないですね。<laughs> うん なんかこの動画もないってことです。この動画を見てる人いてると思いますけど、まあこの動画を見れなかったってことですね。億万長者合宿もやらなかったと思いますし、そもそも本編ですね。まあもう本編終わっても何年経つんだって話ですけど、うん。まあ正解はないです。答えもないです。ただし、いろんな視点を持つことによって、まあ,あの、選択が増えるんじゃないかなと。人生の選択ですね。うん あなたはど,の視点で、えー、どういう視点で物事を見れるのかっていうところが大事なんじゃないかなと思いますけどね。はい、いってらっしゃい。